かし白の都ってのはどうも謎だね。流れ流れて白の都、次はどこだ。トニーノさん、探しましたよ。誰だっけな。トニーノさんですよね。僕です。セロです。やっべえ。やっぱりこんなところで会うなんて。元気かい？トマトの怪我は？いえ、あの時はそのどうもでした。ねえセロ、こちらどなたなの？ああ、こちらトニーノさん。オーベルジーヌのバーで僕を助けてくれた人だ。オーベルジーヌで助けてくれたの？ほら、ココが大変なことになっちゃった前に僕が若葉とホテルのバーにいた話したの。このトニーノっていう人があなたの人形技師を紹介したのよね。うん、そう。それでちょっと尋ねたいことがあって。悪いな、こっちも急ぎの用があってさ。え、あれトニーノさん。ああ、もういい加減騙されたって気づきなさい。悪いね、そんじゃこれにて。待ちなさいって、セロ、みんなを呼んで。わかった。運動不足かな。なんでこうまあっさりと。ああ、結構暇よね。も修復工事中で観光客も減ってるし。この前思いっきり詐欺しちゃったし。この白の都に？いい、追ってこなくていいからね。っきのトニーノ、あんた取ったら。そんなの後さ。今俺はセロに見つかって。私なんてここに見つかって。後ろに。え、そっちも？やっべえな。こだてらどうにか車までたどり着いてとんざらしねえと。そうね、とにかくその後の店に入って裏口よ。車が近くて助かったわね。どうしてみんな車の前に揃ってるのかな、セロ。なんで、どうして。ココが覚えていたんです、二人の車を。おまけに駐車場の端にあったおかげで運よく見つけました。そりゃよかったわね。車みさえ乗れたら勝ちね。決めるのは一発って。動くな。でもシルビア、お前今動くなって。ああ、なんであんたがそんな細かいこと気にするの。あんたがとっとと車取ってきなさいよ。いい？車の通る道を開けて。開けなさい。ごめんね、ほんとごめん。私だってこんな真似したくないのよ。いいかしら、ココ。これ当たると大変なの。いい度胸ね。だけどそんなシャレは私には通用しないよ。勝負だー。この子の保護者なんでしょ。やめさせなさいって。いやそっちが銃を下げてくれたら今さら無理よ。出しちゃったんだからもう無理。みんな茶番に付き合ってあげる。ここ目を覚ますんだ。ダメよ、ここ意識をしっかり持って。なんてことなの。ここ起きてる。ここちゃん、ここちゃん、ひでえよ。嘘。お前なんで撃ったんだよ。トニーノ、だってこれは。だってもクソもあるか。いくらシュエスタだからってやっていいことと悪いことがあるだろう。もしかして本当に。ないわよ。これ全部空砲なの。そうよね、私が一番知ってるはずなのに。分かったよ。もう逃げも隠れもしねえから。はみんなに任せるわ。どこにでも突き出して。ねえセロン、1分だけ時間をちょうだい。逃げたりはしないわ。私のことすごく罵倒してくれたよね。空砲だって知ってたあんたがなんで私を罵るのさ。それはよくわかるわ。人間気が動転するとね。そうだよな。あはははあはははは。じゃね